これは真実の物語です。よかったな、フリート。またかけるぞ。何があったんです？突然上からご指名があった。お前に記事を書いてほしいそうだ。上から？まったく調子いいことこの上ないよ。昨日まで戦争反対を歌っていたのに、数字になると知った途端これだもんな。それで内容は？ムガルーシ制圧の件だ。軍から大いに喧伝してほしいと言われている。ユトランドにとってこの勝利がどれほどに意義深いか、国民の士気を高めることができるのはお前だけなんだと。向こうからすれば戦意高揚にお前のコラムを利用したいだけだろうが、正直書いてくれれば俺も助かる。何よりお前と一緒に仕事したいんだよ。わかりました。書きましょう。よし、決まりだ。旧ルーシ王国首都攻撃をユトランドの新聞各紙は大々的に報道しましたよね。首都解放、その言葉の強さに国民が大いに沸き立ったと当時の記事にもありました。一方のルーシはどうだったのでしょうか？ルーシ帝国内は騒然となったようです。滞在人たちの計画は当初の目論見通り、解放戦争から心の離れた国民の意識を引き戻すことに成功しましたが、それと同時にルーシ帝国国民の意識を激しい憎しみで団結させてしまったのです。なんとも皮肉な話ですね。またも攻撃の口実を与えてくれましたな。おそらく狙いは我が方の士気を下げることもあったはず。そこはそれ、陛下と共にあるルーシ国民の誇らしいところ。士気は下がるどころか怒りを駆り立てております。列強は？静観の構えにございます。どうも対岸の火事と決め込んでいます。潰し合いということか。ユトランドの議員が接触していたとの情報もございますし、まだまだ彼らの出方には注意が必要かと存じます。小賢しいやつばらよ。さて陛下、世論はコバロティスを超えろと大合唱しております。私に一案がございます。モーサ、アバルーメを奪還してはいかがでしょう？して、その狙いは？陛下はアバルーネの工員たち、さらには職人たちを徴用しておりました。衣食住すべてを与えすぎず、さりとて少なすぎず、実に巧みに緩やかに飼いならしていったものでございます。はじめは反発していたアバルーネの民が、次第に陛下の術中にはまっていく様は実に小気味よかったものよ。アバルーネにユトランドの侵略を抱くとせず、陛下の治世を望む声も高くあります。奪還するならば、キャツラに懐柔されしきっていない今が機会にございます。となれば私が出ないとですね。ユトランドに奪われたのは何を隠そうこの私めですから。貴様も出よ、マクシム。グスタフと共にいつぞやの雪辱を果たすがよい。はっ。よし、やろうやろう。今回も楽しく盛り上がろうな、マクシム殿。
やはりここにいたか。これは陛下。貴様が世に何か問いたげな顔をしていたのでな、出向いてやったまで。陛下、許す。申してみよう。バルキュリアのことです。コバロティスの戦場で、あれは味方にまで被害を及ぼしました。作戦上必要な犠牲であったと理解しようと努めております。陛下の犠牲を厭わぬ覚悟に敬服しておりますゆえ。しかしながら今回ばかりは。納得はできないと。戦場にて敵の銃弾に倒れるなら彼らも本望でしょう。ですがバルキュリアの禍々しき調べに倒れたとあっては、その命は無意味なものとなります。そんな無意味な死さえ必要だというのですか。貴様のその清廉さ、慈悲深さは他の将にはないものだ。故に四将にも加えた。武人としての力量は優に及ばずだ。もったいなきお言葉。だがそれゆえに貴様は世の覚悟を理解しきれておらん。良いかマクシム、世の波動において犠牲に意味のありなしなどない。世は世が世であるためならば犠牲などいとわん。波動をなすためならば民も兵も友も己自身を捧げる。それが真の覚悟。貴様が将としてありたいならば余が使ってやる。グスタフと貴様は相性が良い。帝国四将の何たるかを奴から学べ。はっ。アバルーネ奪還の任、期待しているぞ。なんという見事な信念。陛下の覇王としての覚悟は何があろうとも決して揺るがぬだろう。だが本当に陛下こそが私の仕えるべき王なのだろうか。私の、民の求める王の姿なのだろうか。帝国軍に動きが出てきてる。グスタフが指揮を取ってるわ。来たか、四将。旧ルーシを叩いた効果が出たな。おまけにユトランド国内の士気は高まる一方で、議会も戦争推進派の勢いが増している。完璧だ。君が国民を煽ってくれたおかげだよ。ほんと、いいコラムだった。ユトランド軍はまだ戦える。解放戦争は終わっていない。国民は軍を信じてる。あなたの言葉に国民は顔を上げてるわ。コバロティスでの一件をみんな忘れてしまったかのようだけどね。それでいいんだ。バイオレット、グスタフの補足続けてくれ。今度こそ仕留める。食べないのですか？食欲がなくて。まあ、あの姫様が。お天気が荒れなければいいけれど。冗談はよして。先日の旧ルーシの件です。あの日からお心が優れないように感じていましたが。なぜあそこを攻撃する必要があったのか、
戦意高揚とはいえ、私たちはただかつてのルーシーを蹂躙しただけです。迷っておられるのですね。兄ならどのように言ったでしょうね。きっと叱責を。じゃあ私もそのお役目を。ダメ、やっぱり私には難しいです。ミランダはどう思っているのですか？私もなぜ今ここをという思いはありました。ただ命令は命令ですから、それ以上のことは考えません。ではこんなことを考えている私が愚かに見えるのでは？そこまでは言ってません。迷いがあるなら隊長に相談してはいかがでしょう。あの方は叱責すらしないでしょうね。でも姫様は隊長の部下でもあるのだし、部下が任務に迷っているようでは作戦に支障をきたすと考えるはずです。困りましたね。姫がそのようなことではたとえ国民の前で歌を披露しても今までのように響きませんよ。叱責ではない割にぐさっとくるようなことを言いますね。実は兄のことで少し思うところがあって。何かありましたか？兄から聞いていませんか？隊長のことです。以前調べてもらったことがありました。その後は五道からは何の報告もなかったんです。私もアムレートの雰囲気もあって言い出せなかったのですが。兄は調べていました。遺品の中にその調査資料があったのです。ミランダは読んだのですか？ええ、この手帳を姫様に預けます。そこにあるものは真実だと思います。読むか読まないか、公表するかしないか、姫様にすべてお任せします。やはりミランダも私に厳しいのですね。あの兄様の妹ですから。6月23日、ルーシー軍は海軍大将グスタフを指揮官とした大狙撃部隊でアバルーネ重工業地帯を攻撃しました。ユトランド軍の守りは決して薄いものではなく、防衛線もしっかり整備されていた。しかし指揮官グスタフは狙撃部隊の素早い攻撃と巧みな傭兵でユトランド軍を翻弄し、ものの数時間でアバルーネを包囲してしまったと戦史にはありました。それじゃあ貸してたものを返して。ルーシー軍はユトランド軍を徹底的に叩き勝利しました。グスタフはまさに雪辱を果たした戦いです。
勉強熱心ですね。良いことです。見てくれこれを。またクレームですか。その逆だよ逆。お前さんのコラムが国民の士気に火をつけた。あ、ムガルーシを落としたことがいかにルーシに打撃を与えることになったか国民は深く理解してくれたんだ。フリート、お前の文章は素晴らしい。そうですか。まあ読んでみろよ。軍への期待の言葉しかありませんね。要は次も勝てと言っているだけだ。これで本当に深く理解してもらえたと言えますかね。おいおい、どうしたんだ急に。僕のコラムが国民の士気に火をつけた。確かにそうです。火が消えそうだった暖炉に念入りに油を染み込ませ、よく燃えるように工夫した薪をくべた。うん。そして狙い通り炎は燃え上がった。でもその炎の勢いや熱さまで僕は予想していたわけじゃない。もし炎が大きすぎたら、何かに燃え移って家を焼いてしまったら、責任は誰が取ることになるんでしょう。怖いことを考えるやつだけどまあ言いたいことはわかる。ここのところ手のひら返しが続いているからな。民衆ってのはそういうもんだと分かっていたつもりだが、ここまで化け物じみていたとは正直思ってもみなかったよ。化け物なあフリート、お前さんが嫌だって言うなら。いえ、コラムは書き続けますよ。途中でやめたらそれこそどうなるか。何よりだからこそのやりがいがある。これは僕にしかできない仕事だと。そいつはありがたい。今看板を下ろしちゃ冗談抜きで暴動もんだ。それにだ、うちももう少し戦争特需ってやつにあやかっていたいんでね。我々も十分化け物じみてるな。